冒頭のカットシーン、今回はブリーフィングエリアで見ていただいて、CU 台の方はいきなりゲームがプレイできるようになってます。はい。はい、最初のステージですね。はい、今回、ゲームのほと多くのステージとなるジャングルの作りには力を入れて作させていただきました。すごい。おー、はい、あとプレイヤーと敵兵のアニメーションについてもオリジナルのアニメーションを参考に、ほぼほぼ作り変えています。へえ、すごいですね。はい、で、グラフィックモードですね。はい、で最近のゲームのよくありますようにグラフィックモードには、グラフィックのクオリティを重視したクオリティモードと処理速度ですね、パフォーマンスの方を重視した、落ちちゃった、ごめんなさい、はい、もう一回、パフォーマンスモードを2つ用意する予定となっています。はい、で今回ゲームショーのバージョンはですね、グラフィック重視のグラフィックモードの方を搭載しています。へー、ね、ここもちょっとオリジナルと変わっていまして、アニメーションとカメラ演出の方付けを加えました。はい、はい、無線画面なんですけども、ページ送り機能を追加しました。オリジナルから入っていますあの早送り機能ですね。この早送り機能と、女性からは本名を聞きたい、ページ送り機能組み合わせることで、気になるところから再び再生することが可能になっています。助かりますね。ちょっとね、飛ばして途中から聞けないかったりしたのがあったので、途中から聞けるようにしております。はい、スネーク、まず CQC の基本を思い出して。で本当非常に小さいことで恐縮なんですけども、はい、カットシーンを途中で、ポーズできるようにしました。これ助かりますね。はい、オリジナルもう数十年前なんですけども、はい、カットシーン中にトイレに行けないという意見をですね、はい、たくさんいただきましたので、ポーズ機能付けさせていただきました。はい、今からバーチャスミッションを開始する。かっこいい。はい、次がですね、HUD ヘッドアップディスプレイですね。ライフゲージが今画面真ん中の下部に、ライフゲージ配置してあります。はい、でこれはオリジナルの方はですね、画面左上に配置してたんですけども、ニュースタイルで、TPS を操作をしていると自然と画面の真ん中あたりを見ることが多いんですね。で、はいはい、そうなるとこの真ん中下あたりの配置っていうのがユーザーが目をあまり移動せず目に入る位置となってますので、この配置にデフォルト配置させていただいています。はいはい、ただオリジナル の, 左上配置するライフゲージのパターンも用意してありますので、オプションで切り替えて設定できるようになってます。でですね、もう一個あと左下に、コンパスというアイコンを追加しました。はい、そうですね。はい、これもですね、TPS 操作で、敵兵と交戦したりしていると、自分の進むべき道が分からなくなるということがよくあったんですね。でオリジナルの時には、ほぼ上画面に進んでいけばおのずとゴールにたどり着けるっていうゲームデザインになっていたんですけども、はいはい、そこが分からなくなってしまったので、アイテムとして、コンパスを使って加えました。あ、はい、ただコンパスはですね、アイテムですので、他のレーダーとかとは一緒に使えませんので、状況に応じて使い分けるようにしてみてください。はい、はい、ゲーム中の SE 効果音ですね、効果音についてもハードに合わせてかなり高品質化しています。でカットシーンのサウンド BGM についても2チャンネルから 7.1 チャンネルにアップミックスしてまして、音響的な演出をかなり強化していますので、はい、臨場感かなり増しています。2から7ってすごいですね。はい、はい、ガーコです。ガーコちゃん、はい、探索用として、ガーコを各ステージに配置しております。かわいい、はい、ちょっとスライドの方お願いします。お、はい、ですね、オリジナルの方探索要素として、ケロタン
ていうのをカイロの人形なんですけども、はい、そちらを配置、していました。で、まあ、このケロタンとガーコっていうのはもともとうちのグッズ商品だったんですけども、うん、ガーコさんはケロタンのお友達という設定ですね。はい、はい、でこのガーコの方、新しくデルタの方で探索要素として配置してます。でガーコさんの方がですね、おしゃれさんでして隠してる場所に応じてギリースーツで擬態してますのですごい、ちょっとケロタンよりは見つけにくい、まあ、黄色なんで、ね、少し違和感があってそこを見ていただけると見つけることができると思いますので、はい、擬態しているガーコさんを見つけて、行ってください。ゲームショーのバージョンの方にもですね、はい、何体か隠しておいてますのでぜひ、はい、発見してみてください。探します。はい、はい、ゲームに戻ります。はい、よし、打っとこ。あー、はいで次カモフラ率です。ライフゲージの隣に今 15% といってカモフラ率が表示されています。はい、で、カモフラ率はですね、汚れると、変化します。上がりました。はい、で、この汚れはですね、ほっといたら自然と乾いて落ちていくんですけども、うん、はい、カモフラを着替えることで、すぐにきれいにすることができます。はい、で、以前ですね、このホットラインの方で、プレイヤースネークの体についた傷跡は、はい、傷の跡としてずっとゲームオーバーまで残り続ける、うん、打った傷は、はい、治るけども傷跡として残り続けるという説明をさせていただきました。はい、で同じようにですね、カモフラスーツの方も銃弾を受けたりすると、穴が開いたりとか傷がついたりとか、はい、どん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 傷んでいきます。はい、でこれは泥汚れは着替えることで綺麗になるんですけども、はい、開いた穴とかですね、傷ついたものは最後まで、残り続けますので、これがですね、お気に入りのカモフラスーツ着てると余計にどんどん傷ついていくっていうことになってしまいますので、お気に入りボロボロになっちゃう、はい、大事なカモフラは大事に使っていただいたらいいなと思います。はい、でスネークイーターは状況に合わせて、カモフラを切り替えて敵兵の目を欺くっていうことが基本大事な戦略になりますので、はい、そのカモフラの着替えが素早くできるようなクイック機能を追加しました。早いですね。はい、カモフラスーツにはカモフラ率を上げる以外にいろんな機能を持ったスーツがたくさんありますので、はい、気軽に着替えることで今試着じゃないんですけども、いろいろ試していただいて、いろんな遊びをユーザーさんが見つけていただけたら、はい、思ってます。はい、はい、またこれも同じくですね、無線の方も、スネークイーターかなりのボリュームある無線が用意されています。でその無線についてもなるべく簡単にアクセスできるようなショートカット機能を追加させていただきました。あ、クイックだ。はい、ジャングルへの潜入にカムフラージュは不可欠よ、ね、カムフラージュをするにはまず、はい、それでですね、はい、今回もですね、大塚聖夫さんにご協力いただきましてカロリーメイトを実装させていただきました。はい、もっと食わせろ大好きだはい、ちょっとここでスライドお願いします。あ、はい、ブースの方にも飾ってるんですけども、 TGS に合わせてポスターを2つ作らせていただきました。うん、はい、こちら側がですね、スネークがモデルになっています。オリジナルの時にもカロリメトさんのポスター、コラボポスター作らせていただいて、こちらがデルタ化したものになります。はい、はい、でまた対という形で、エヴァをモデルにしたポスターも作らせていただきました。はい、はい、ちょっとスネークが持ってるカロリーメイトとエヴァが持ってるカロリーメイト種類が違うんですけども、でこれすみません、じゃあゲームの画面の方に戻していただいて、これまたちょっと小さいことで大変恐縮なんですが、ニュースタイルで持っているカロリーメイトがチーズ味となってまして、はい、はい、レガシースタイルだとこれがチョコレート味に変化します。もう、効能自体は全く変わらない、本当小さいことで本当申し訳ないんですけど、味変してくれるんだ。はい、変化します。へー、
はい、あのまあ、タイトルとかですね、あのこのカロリーメイトの種類のようにレガシースタイルとニュースタイルで、はい、少しあの変化するところがありますので、あの発売後あの皆さんプレイされている時に見つけていただけたら嬉しいと思います。はいでですね、フード、お食料ですね、カロリーメイトの食料は、ですね、武器として装備することができます。これはあのオリジナルからですね。はい、カロリーメイト食料ですね。はい、持ってる。でこうやって、敵兵を おびき寄せたりとかですね、腐った食料を敵に与えることで敵のお腹を壊させたりとかして、うまくゲームを進むっていう戦略を取ることができます。はいでですね、今回このカロリーメイトを装備している時だけなんですけど、一緒にしてボタンを押すと、あのポスターと同じポーズが取ることができますので、さっきのポーズだ。はい、まあ、他のゲームにありますようにフォトモード、はい、ユーザーさんが好きなカットアングルで、写真化するフォトモードは実装しますので、はい、それを利用してポスターと同じ状況とかアングルとか、見つけていただいて撮影して、もらったら楽しいんじゃないかなと思ってます。楽しいですね。はい、はい、ここから敵兵が出てきてちょっと戦闘になりまして、それ、ここから先は皆さんプレイして確かめてください。はい、はい、フィーの方以上となります。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。コナミ